ディスプレイが届きました。はい、それではですね、Amazon で購入したディスプレイ届きましたので、例によって開封式を行います。これですね、 Amazon から、7月19ですね、金曜日に届きました。はい、感じで、中には、保証書ですかね。保証書と接続図が書いたやつ。あとは、薄いですね。この中に入ってるのか。ケーブル。これは台座ですね。小さいですね。こんなもんだった。はい、こんなもんです。すごい薄いです。この薄さ。ね、しかも軽いです。片手で全然余裕です。はい。ということでですね。組み立ててみようか。いけるのかな。こんな感じでネジもドライバーいらずでいけますね。すごい簡単だ、これは。っていうことで、ドライバー入れずでいけましたね。これで完成かな。なんか違うな。おお、完成です。組み立て簡単です。はい、ということでですね、Amazon で買ったディスプレイ、ASUS の 23.8 インチですね、9300いくらでしたっけ、まあそんな感じの、はい、お値段購入しました。はい、こんにちは、マルチインカムサラリーマンの八野誠でございます。ということで、今回もですね、まずは開封動画から、見ていただいたんですけれども、こちらがその今回届いたディスプレイですね。ASUS 製の 23.8 インチの、IPS 液晶なんですけれども、これですね、本当に軽かったです。びっくりしました。僕、同じくらいのね、23インチの、昔のですね、NEC 製のディスプレイ持ってるんですけれども、かなり重くてですね、それに比べるともう3分の1くらいですかね、軽かったです。本当に
軽かったです。で、薄くて、やっぱりね、技術のやっぱ進化ですよね。はい。ということでね、こちらはその Amazon で今のその売っている価格なんですけども、まあ 13,973 円ということで、まあ価格コムでもね、15,000 円くらいなので、まあ Amazon だと1,000円くらい安くなってるっていう感じですね。で、私が購入した時はこれですね。11,423 円っていう値段がついてました。で、Amazon プライムデーに買ったんですけれども、でさらにですね、購入するときに、こちらがその、明細書なんですけれども、もともと11,423 円に対して、18% 割引クーポンっていうのが表示されてて、そこをポチッとしたら、まあ、ね、購入、ショッピングカートをどんどん進めていって、最後に精算するときにマイナス2056円というのが引かれて9367円という金額で、まあ、購入することができましたということでね、まあ、かなりやっぱりそのプライムデーということでお得に購入できました。で、まあ、ちょっとまたタイムセールとか、ね、あればまた安くなると思うので、まあ、それでもですね、まあ、今一番安いんじゃないですかね。ススのこのアマゾンが、価格ドットコムがやっぱり15,000って言ってる中で、まあ、13,973 円ということで、1000円安いので、もしこのね、液晶ご購入を検討している方は、はい、アマゾンから買うのが安いと思います。ということで、今回は液晶ディスプレイが届いたので、まあ、開封しましたという動画をお届けしました。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。マルチインカムになるための情報をお伝えしていますので、こちらのアイコンをクリックしてください。